はい、今ねどこにいるかっていうと、グレーハウンドのバス乗ってます。カナダのバンクーバーからカルガリーまで16時間かけて、このグレーハウンドのバスで行くところなんですけど、今バンクーバーの、バスターミナルにいます。まあここから16時間途中のね町に寄る感じなんですけどね、まずはカルガリーまで行って、そこからまたジャスパーとかバンフォーが行きたいと思ってるんで戻ってくる感じなんですが、またバンクーバー戻ってきます。でグレーハウンドということで、まあ、北米を旅行する際はグレーハウンドのバスっていうのはね、バスで駐車する際は利用するわけですけど、でまあこんな感じです。そんなに後ろ下げれないから、まあでも寝心地は全然悪くないです。でまあ、こんな感じです。まあ席がこんな感じで、このドイツ人と仲良くなって、まあ、一緒にカルガリー行くんですけど、まあこんな感じです。結構ね、予約に効いてます。まあ、ちょっと羽織るものあったかいかもしれないけど、夜まで寒い時はで、これが出したいと思います。まあ、よく海外に行くと、寝台や高電車とかね、列車とかもしくは、バスを利用するんですけど、まあ、北米カナダ初めての、カナダの、夜行バスを利用します。